どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのムーはゆでろんだえ。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年27号、ワンピース最新話、1085話、ネフェルタリコブラシスを考察します。この1085話は、今回も連続、神回、いや、悪魔回です。ついにイム様とゴロウ星の能力の片鱗が登場。1085話で世界のタブー、パンドラの箱が開く。箱85だけに、パンドラの箱とはあらゆる災いのもと、世界のタブー、それが開く。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでない人やコミック家の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。いきましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。1085話の類似話数は85話と185話です。85話はゾロ VS ハッチャン、タコの魚人ハッチャンのたこ焼きとは、こちらの動画で考えたように人の夢、悪魔の実を表しているキャラクターです。悪魔の実は人の夢から作られたものだとベガパンクは語りました。人の夢、ムー。タコは西洋では悪魔と呼ばれています。つまりたこ焼きとはタコという悪魔が入っている実です。たこ焼きは悪魔の実のイメージ、それは人の夢でできている。この1085話では悪魔そのものが登場していると僕は考えます。なぜそのように考えるのか、それは動画をすべて見てもらえばわかるでしょう。次に185話は兵装。扉絵にはまたタコ、悪魔のハッチャン、そして冷蔵庫に悪魔の実があります。さらに185話ではウソップとミスメリークリスマスが並走してモグモグの実で壁に激突。一方1085話ではビビとワポルが並走してバクバクの実で壁に激突。次に1085話の反転話数も考えましょう。1085話をひっくり返すと581話忍び寄る未来、頂上戦争後白ひげがなくなり旗が破られる。一方1085話ではコブラ王がなくなり夜明けの旗を掲げよう。さらに581話では政府側にもかかわらず敵であるルフィを救うアマゾンリリーのハンコック。一方1085話では政府側にもかかわらずリリーがミスをしたと見せかけて意図的にポーネグリフを世界へ拡散させてしまう。以上が1085話の話数の理論ひとつなぎです。次に本編の考察は今回考えることが多いですから話数の語呂合わせだけまずは初めにまとめて考えましょう。リリーがポーネグリフを世界中に拡散させたのは電波行動。電波行動でしょう。電波とは広く伝えることを広く撒き散らすことです。これはコブラ王が D についてサボに伝えた行動にもかかっているでしょう。そしてイム様とゴロウ星が怪物に変身して襲ってきたのは天の蛮行。天の蛮行でしょう。そんなイム様たちと対峙した炎帝サボは火の蛮行。火の蛮行でしょう。そして一部始終を見てしまい壁を破壊して逃げるワポルと、そのワポルを利用して逃げたビビは突破口。突破口でしょう。ワポルはルフィから邪魔口と呼ばれ、幼いビビをレベリーで殴っていましたが、その邪魔口ワポルがビビの突破口になりました。そんなビビは CP0 に捕まり椅子に縛られていました。一方イム様は椅子に座ってコブラ王と話す。ここにイム様とビビの表裏一体を感じます。そんなビビとコブラ王のネフェルタリ家はなんと D の一族でした。その語呂合わせは人の屋号。人の屋号でしょう。屋号とは現代ではお店の名前のことを指しますが、もともと屋号とは一門や一家の特徴をもとに付けられる称号のことです。日本で屋号は家紋のように記号化されたりします。そして D を屋号だと考えるなら D の秘密を知りたいトラファルガーローが人の名前をドレーク屋や麦わら屋など人を屋号で呼ぶのが面白いです。それではまずその D から考えましょう。 D とは神の天敵だと呼ばれていましたが、その神の姿とは邪神、ほぼ悪魔です。それこそが世界のタブー。世界のタブーといえばロックス DG ベックは世界のタブーに触れすぎたと言われていました。つまりゴッドバレーとはやはりダジャレでしょう。神の秘密がバレた、ゴッドバレー。 G ベックはワポルのように神々の秘密を知ったのでしょうか。また D の意味は3年前に考えたようにドーン、夜明けという意味でしょう。世界の夜明けを誓った
夜明けの石の一族。それは白ひげのセリフでもわかるように血縁は関係ありません。同じ意志、思想を共有する同志のことです。だから巨人でも D の一族は存在する。しかしそんなことを知らない子供の頃のエースは偶然にもサボに自分の D を与えていました。つまりサボはメラメラの実だけでなくエースの意志 D も受け継いでいました。リリー曰く夜明けの旗を掲げよ。この旗とは海賊旗でしょう。つまり D とは海賊団だったことがわかります。ドクロの旗は新年の象徴だと言われていました。それでは夜が明けるとどうなる？知らんのか。日が昇る。そう、夜が明けると夜が明ける、世界が明るくなる。つまりイム様と五老星を表すものは夜。夜については動画の後半でまた考えましょう。ここで一度再確認しておきましょう。現在語られている物語は未来島のエッグヘッド編の間に挟まれている話です。そのエッグヘッド編は以前から言ってるようにファンカーザード編とインペルダウン編に強くつながると考えてきました。そのことを頭に置いて続いてはリリーについて考えましょう。リリーはおそらく900年前自らが D だと隠してイム様たちに協力していましたが、リリーはわざとミスをしてオーネグリフを世界中に拡散してしまったと読み解けます。それはどのように拡散したのでしょうか。あんなに大きくて重い石を世界中に拡散できる方法はニキニキの実。ニキニキの実の前任者がリリー。リリーの話はシャボンディ諸島で人知れず麦わらの一味を救った熊の話に似ています。そんなニキニキの実が語られたのは484話です。484話の扉絵はスイレンとビビー。スイレンとは英語でウォーターリリー。つまり900年前のリリーはニキニキの実の能力者。この484話でロビンは肉球人間だと聞いてクマではなく猫を想起しています。猫はエジプトで最も愛されている動物。アラバスタでも海猫は神聖な動物だとビビが言っていました。そんな海猫が登場したのは157話。157話の扉絵はチューリップ海賊団のユリカ。ユリカ、リリーか。そうなると熊の記憶のようにリリーの記憶もどこかにあるのか。とにかくリリーとは元ニキニキの実であり、そのイメージは白いユリとそして白い猫だと考えます。するとイム様は黒猫のイメージか。そこから連想するとやはり3年前から考えてきたようにイム様とは魔女か。イム様のヒントキャラドクター・クレハも魔女と呼ばれていました。イム様イコールイム様。そしてもう一人のイム様だと考えたイム様イワンコフとイム様のつながりを考えましょう。2年前のこちらの動画ではイム様の表裏一体キャラは奇跡の人イム様ことオカマオイワ様だと考えました。こちらです。イワンコフが初めて登場したのは537話、地獄に仏。ここでは仏という文字にオカマとルビが打たれているので、もしかしたらイム様はイワンコフと同じく性別差のないジェンダーレスキャラクターの可能性もあるでしょう。一方イワンコフは群衆たちにイワ様と呼ばれていました。ここでイワ様を回転させてみましょう。するとそれはイム様。存在しないはずの王イム様、存在しないはずの王イワ様。エジプト風のボンちゃんとのつながりも面白いです。そして今回1085話でサボは世界政府の中枢を地獄だと表現しています。地獄にイム。2年前のダジャレ考察がここでつながりました。そんなイワンコフが隠れていたのはインペルダウンレベル 5.5 番地。ビビは麦わらの一味 5.5 人目の仲間。ビビとイワンコフも薄くつながっている。続いてはイム様とリリー双子説を考えましょう。先週考えた双子説、こちらはイム様がリリーの本名である D を知らなかったので、この理論はここで崩れました。コブラ王もサボも今回イム様の顔は見ていないようです。3年前からずっとイム様とコブラ王、そしてビビにはつながりがあると考えてきました。それは90巻の表紙のコブラ王と空の玉座の重なり、そして真逆、真下に配置されたビビの位置からそのように考えてきました。そして1年前イム様とはネペルタリイム。イム様の顔はビビにそっくりで、それをコブラ王が見て驚くと考えてきましたが違いました。僕が追いかけてきたビビにまつわる双子のイメージはイム様の影ではなく
リリーの影だったようです。もちろんまだイム様がリリーのクローンだとか、そんな考察も可能ですが、ここでそうした考えは終わりにしましょう。ビビとリリーがうり二つです。そんなリリーの語呂合わせはこちらの動画で考えました。リリーの語呂合わせはリリー661話、661話をひっくり返すと166話イムムー、ムーの名前はイムダエ、166話はルフィバーサスビビ。ここではルフィがビビを殴っていることから、イム様の顔もビビに似ているだろうと考えましたが、166話でルフィはビビを殴った後和解しています。そしてリリーとは D でした。つまりジョイボーイと命を懸けた仲間だった。それが661話と166話の反転話数のつながりでしょうか。となるとイム様とは何者でしょうか。確かに少しビビっぽくも見えますが、何らかのつながりは引き続き感じられます。例えばこちらの動画ではイム様は古代エジプトの神、魔女の元祖と呼ばれ、太陽神ラーの力を奪ったイシスのイメージがあると考えましたが、遺跡写真家オーギュストはマヤの絵文書を独自に翻訳して、ムー大陸の女王モーがエジプトに渡り、女神イシスとなって古代エジプト文明を作ったと主張しているそうです。この話がイム様とリリーの物語につながる可能性もあります。イム様とは何者なのか、ヒントは少ないですが、イム様の一人称ムーについて考えましょう。自分をムーと呼ぶこの言い方はまるで異世界から来た人間のように感じます。イム様はどこから来たのでしょうか。ムーといえばやはりムー大陸、かつて天変地異により水没して滅んだという王国。この滅んだムー大陸はグローバー博士が言っていた滅ぼされたある王国のイメージに似ています。このある王国を以前太陽の国だと考えましたが、ムー大陸も太陽信仰のある国がありました。そのムー大陸の王はラムーと言います。ムー、とりあえずそんなある王国を滅ぼしたのは世界政府イム様たちでしょう。つまりゴッドエネルと同じストーリー。ゴッドエネルは故郷の空島ビルカを滅ぼした。イム様も同じく故郷であるある王国を滅ぼしたのか。だからイム様は高度な文明を復活させるベガパンクを許さない。さらにイム様たちは800年前、レッドラインの上にあった神の国も滅ぼした。さらに月の民がいたシャンドラも滅ぼしている。なぜ月の民も滅ぼしたのか。それはおそらく高度な文明は月の民によって伝来したから。ベガバンクの分身社会曰く、900年前にエッグヘッドと同じ水準の王国がかつて存在したといいます。ここでエネルと見た月を思い出しましょう。月には高度な古代文明がありました。しかし月の民たちは資源不足となって青色の星へ移住しています。それならばエネルが月へ行ったなら、イム様は月から来たのか。イム様とは以前考えたように元月の王なのか、ムーとはムーンなのか。とにかく青色の星へ来た月の民たちは高度な文明を青色の星の人々に伝えた。次にこの話の続きはドレスローザに移ります。ドレスローザの王はトンタッタに少しの労力と安全を約束して、トンタッタをドレスローザに引き入れました。しかしトンタッタたちは騙された。それはただの奴隷契約だったと言います。これと同じようにイム様は月から来て月の民たちを奴隷化して高度な文明を独占していた。そんな月の民たち奴隷を解放するために立ち上がったのが太陽の神ニカでしょうか。1年前こちらの動画では太陽の神ニカことゴムの男はジャヤにいたと考えました。もしもこの仮説が正しいなら、今度は和の国の話に移ります。和の国では光月家を信じている侍たちが奴隷となり、工場で武器を作らされていました。それを解放したのが太陽の神ニカです。つまり900年前も同じように高い文明を持つ月の民シャンドラたちは奴隷となっていたのでしょう。それを解放したのが太陽の神ニカか。そしてニカはこの時 D 夜明けの旗を掲げる海賊団を立ち上げた。その夜明けの旗のデザインとは、ジャヤの月の民たちを解放するのが目的ですから、旗のデザインはドクロ。
月の民たちを解放して夜明けを生み出す。それはまるで赤座や九人男のように。こちらの動画では D とは赤座や九人男たちと表裏一体だと考えました。そんな D 夜明けの海賊団にネフェルタリ、リリーもいた。イガラム私、海賊女王になるの。そしてビビがバロックワークスに潜入していたように、900年前、リリーもイム様側に潜入したのか。ビビがバロックワークスを潜入する直前、ビビとイガラムは、死なない覚悟は終わりですか。このセリフは、不老のイム様とリリーが対比されている。そして800年前、夜明けの海賊団は、赤座や国男のようにイム様たち天竜人に敗北したと。とにかく、イム様はエネルと同じように、故郷の国を滅ぼしたかもしれません。それは、国を愛しているビビとも対比されています。3年前のこちらの動画では、このようにも考えました。こちらです。とりあえず集まり宇宙人なわけです。ワンピースの世界の王は宇宙人だったという結論です。そもそも天竜人の衣服からして宇宙パイロットのようですが、天竜人の紋章天かける竜の蹄もまた宇宙から飛来したかのようなデザインです。それはコソボにある世界遺産、デジャニ修道院にあるフレスコ画に描かれたものに似ています。そこにはまるで宇宙船に人が乗って空を飛んでいるかのような絵が左右に2つ描かれています。この宇宙船の絵を傾けてみましょう。すると天かける竜の蹄にそっくりです。そしてもう一つの方はゴア王国の紋章にそっくりですね。やはり天竜人やイム様には宇宙から飛来したイメージがあるようですが、世界をひっくり返す、それは作中のストーリーに絡んだ言葉に思えますが、これはもしかしてリアルで何かをひっくり返せと小田先生とロジャーは言ってるんでしょうか。それでは試しにコミックスそのものをひっくり返してみましょう。どうでしょうか。ワンピースのロゴをひっくり返すと麦わら帽子が反転して何やら UFO に見えてきました。さらに UFO の上にあるのは凶悪な月でしょうか。まるで凶悪な月を使って宇宙人が世界を支配しているかのようなイメージのマークに見えてきます。イム様は月からやってきた怪物であり支配者なのか。イム様とはおそらく嘘つき、月であり泥棒猫でしょう。続いてはイム様の能力を考えましょう。こちらの動画ではイム様の能力とは世界蛇、二次蛇、ウロボロスだと考えました。そして今回正体を表したイム様には牙があり、とりあえず化け物に変化しています。そこから消去法によってイム様の能力を考えられそうです。とりあえずイム様はシンプルなロギア系ではないでしょう。また五老星の中には鳥のような能力者もいるので、鳥でもない、また牙があるのでタコやイカでもない、さらに四つん這いが似合うゾーン系の能力でしょう。なぜならタフなゾーン系でないと今やルフィたちの攻撃に耐えられないからです。さらにおそらくヤマタノオロチのような多頭でもない、頭は一つの怪物のようです。そしてイム様は想像よりも邪悪な存在だったようです。以上のことを踏まえるとイム様が大蛇である可能性は今のところ崩れていないように思えます。なぜならヘビヘビの実は変身しても腕はあるからです。またコブラ王を攻撃した悪魔の尻尾は何でしょうか。あの尻尾はコブラ王の横から攻撃していますから、おそらくイム様ではなくサタン星の能力でしょうか。つまりサタンとサタンをかけて、サタン星の能力は牛のようにも見えますがヤギに似た悪魔であると考えられます。ちなみにヘビも聖書では悪魔に例えられています。黒ひげ海賊団6級のリンゴはシーザーが作る人造悪魔の実スマイルでもリンゴが描かれ強調されていました。このリンゴというイメージは旧約聖書の禁断の果実のイメージと合致します。旧約聖書に登場するエデンの楽園には生命の木と知恵の木があり、生命の木の実を食べると永遠の命が手に入り、知恵の木の実は食べてはいけない禁断の果実と呼ばれていました。しかしアダムとイブは蛇にそそのかされて食べてしまい、無垢が失われ、エデンの楽園から追放され、人間は死ぬ定めを受けたという物語が有名です。これが悪魔の実のモチーフの一つだと考え、さらにそれはワンピースでは真逆の物語になっていると考えます。それならもう一層、イム様の能力は全ての悪魔の実の能力を使える悪魔そのものなんじゃないの。確かにそうとも考えられます。アダムとイブをそそのかしてリンゴを食べさせたヘビは悪魔です。悪魔の実そのものがイム様か。つまり全ての悪魔の実の能力を使えるヘビ、悪魔、黒ひげやセラフィムのように複数の悪魔の実の能力を使える可能性。しかしそれでもイム様の姿は引き続きヘビだと考えます。イム様が初めて登場したのは906話です。906話をひっくり返すと609話、魚人島の冒険、
マリージョアの真下で竜宮の使いが登場。竜宮の使いとは西洋では伝説の怪物ジーサーペントのモデルとなった生物だそうです。次にイム様の名前が初めて登場した908話も考えましょう。908話をひっくり返すと809話ネコマムシの旦那、昼の王犬嵐と夜の王ネコマムシの話。この2人の王の名前に注目しましょう。2人の動物要素犬と猫を排除すると昼の王嵐、夜の王マムシ、 D はまた嵐を呼ぶ。嵐とは D、 昼の王とは太陽の神夜明け。昼の王嵐とは太陽の王 D を表すのか。すると敵対するイム様は夜の王マムシ、つまりヘビか。そのようにも読み解けます。やはりイム様は虹蛇ウロボロスなのか。しかし1085話のイム様の姿は虹蛇などという神々しさはありません。虹というよりも真っ黒です。邪悪な黒いカス、クロッカスです。つまりイム様のイメージは虹ではなく黒でしょう。ルフィが戦ってきたこれまでの敵は黒、闇、影、墨、墨でした。すると残されている黒いイム様のモチーフは夜。ちなみにゾロが目指している男ミホークの剣の名前も夜。ここで考察をアップデートさせてください。1085話の扉絵にはカニがひっくり返って、さらにウミガメが海へ向かっています。カニとは何度も考えてきたようにニカのヒントでしょう。ニカイコールカニ。するとやはりイム様とは海か。海賊王になるためには海を制しなければならない。イム様は悪魔の実の弱点、海の力を逆に持つ。悪魔の実の弱点全てがひっくり返った能力か。悪魔の実の弱点が海ならイム様は海の力を使う。悪魔の実ってのは海の悪魔の化身だって聞いたことがある。悪魔の実を複数持てないならイム様は複数の能力を使える。悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化だと言います。能力者とは誰かが思い描いたものだとも言う。それならば人の夢は全部の能力を使いたい。それこそが最高にして最強の願い、人の夢。これまで我々が見てきた悪魔の実はむしろ人造悪魔の実スマイルのような失敗作だった可能性。イム様は完成品、完全な悪魔の実を持っている。悪魔そのもの、それはヘビ。そして悪魔の実が人の夢、空想からできたものなら、空想のまま戦うニカルフィーとの戦いは空想 VS 空想。そんな最強の悪魔そのものがイム様であり、その姿はヘビだと考えます。そして先ほどリリーは白い猫だと考えました。するとイム様は黒猫のイメージだと。ここまでの考えをまとめると、イム様を表すイメージとは悪魔、蛇、夜、黒猫、海の力、この5つです。そうであればこの5つの要素を満たせるのはヨルムンガンド、世界蛇ウロボロスの北欧神話での別名。ヨルムンガンドのヨルムンとは大いなる、ガンドとは精霊。そしてダジャレを当てはめればヨルムンガンド。ヨルムンガンドとは水蛇であり毒蛇です。3年前イム様のヒントキャラだと考えたドクタークレハの別名はドクトリーヌ。クロコダイルは毒針を使う、イワンコフは毒を抜いてくれた、マゼランは毒でルフィに勝利した、カイドウとオロチはワノ国の水を毒に変えていた、クイーンはミイラという毒を作っていた。それならば最後の戦いもルフィは毒と戦いそう。ゆえに毒蛇ヨルムンガンド。そしてビビの技はクジャクスラッシャー。クジャクは毒蛇を食べると言います。そんなヨルムンガンドにはなんと黒猫とつながる話があります。北欧ヨルムンガンドの神話によると、雷神トールが黒猫だと思って持ち上げたらそれはヨルムンガンドだったという話がある。猫だと思ったらヘビのヨルムンガンドだった、猫マムシ。さらにワンピースで黒猫といえば元黒猫海賊団キャプテンクロでしょう。キャプテンクロは存在しないはずの海賊で、シロップ村のカヤの財産を狙っていました。
この話こそがイム様の話とつながるのか。さあ、今日もここで一つなぎのパズルが解けます。25年を経てやっとカヤの名前の意味が今こそわかる。カヤとは通常漢字でカヤ、ネカの草の名前ですが、ややこしいことにもう一つカヤという草があります。それは漢字でカヤ、古い名前は忘れ草。それは苦しみを忘れさせてくれる花。それはユリカ。カヤイコールユリカ。カヤ、忘れ草は英語でデイリリー、リリー。白いカヤイコールリリー、黒い黒イコールイム。すると黒の服の謎の模様は何でしょうか。小田先生はあれはうんこだと答えていましたが、この模様は蛇かもしれません。サンジが蛇みたいなクイーンと戦ったなら、ルフィは蛇の女王と戦う。いや、キャプテンクルの謎の服の模様は二つある。二つのうんこ。それは空想 VS 空想。小田先生のお気に入りの技名はミスターファイブの技、ノーズファンシーキャノン。鼻空想。空想イコールクソ、クソイコールうんこ。まとめましょう。900年前、双子ではありませんが、イムとリリーにはやはり何かしらのつながりがあったと考えます。そしてイム様とは泥棒猫であり、蛇、悪魔だと考えます。その能力はルフィと同じ空想、クソそのもの。空想から作られた悪魔の実の悪魔そのもの。リンゴを食べさせた蛇、悪魔でしょう。その姿は巨大な蛇であり、すべての悪魔の実の能力を使える人の夢でもある。ムー。イム様とは悪魔のムー。悪魔のミー。悪魔のミー。世界中の人々が神だと思っていたイム様たちは悪魔だった。世間を欺くために無垢な花のように見えるが、その下は蛇である。シェイクスピア。以上です。続いては五老星の能力も考えましょう。まず五老星はやはり戦闘能力を持っていました。これはずっと考えてきたので予想通りでした。さらに五老星は若返るとも考えていますが、それは今回はいいでしょう。次にそれぞれの能力ですが、まずは先ほど考えたようにサタン星の能力は悪魔サタンでしょうか。牛に見える影がヤギかもしれません。サタン星は現在エッグヘッドに到着しています。つまりルフィが引き起こすエッグヘッド事件とは五老星の一角サタン星を倒すことか。サタンがやられたか。やつは五老星の中でも最弱。そんなサタン星ことサタンがセラヒムたちを支配するのか。また初代鬼徹を持っていそうな五老星は人型の神でしょう。羽衣をまとっています。おそらくゾロと対戦するでしょうから、ゾロイコール龍馬ですから、竜に関係する人型の神でしょうか。例えばインドの蛇神ナーガか、それとも不動明王か。次に鳥みたいな五老星はコカトリスでしょうか。バシリスクはインペルダウンにいました。コカトリスとは鶏と蛇を合わせたモンスターです。次にこの五老星はベヒモスでしょうか。こちらの動画では黒ひげこそがベヒモスだと考えましたが、この五老星がベヒモスのパターンもあるでしょう。その他の五老星はよくわかりません。現状のシルエットではイム様を含めてただの影ですから何にでも見えます。それこそが1084話の反転話数481話、影の集合地シャドウズアスガルド。以上です。続いては次回1086話の展開を話数の理論から予想しましょう。1086話の類似話数は86話と186話です。86話はサンジ VS 魚人空手。こことシンプルにつながるなら、場面はエッグヘッドに戻ってサンジ VS S シャークの戦いが描かれるのか。次に186話は4といえばセラフィムナンバー4がやはり S シャークです。次に1086話の反転話数も考えましょう。1086話をひっくり返すと681話ルフィ VS マスター。ここではモネが活躍していますから、なんとなくスティーシーが活躍するのか。そんな1086話の話数の語呂合わせ予想は、人は病む、人は病む、テンパル、テンパル、デバロー、デバローなどが考えられます。特にデバローの語呂合わせはエッグヘッドにデバロー。サタン星とキザルがいよいよ上陸するかもしれません。
以上です。皆さんはどう思いましたか？ご意見やご達成欲しいなとかればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。